皆さんこんにちは神戸鉄道グループ副総裁の颯でございます。本日はね、緊急の声明を出すために動画を撮っております。おそらく無編集で動画上がると思います。そして今回、あまりにも緊急だったため、あの原稿がありません。 もう完全に私のね思ってることを話したいと思いますであの一部ね誤解を与えるような表現が出てくる可能性もあるのであのできれば概要欄にあの疑問など何かありましたら書いてくださいあの返信しますそしてあのその返信の内容訂正内容をもとに訂正すべき場所はあの概要欄に補足を記載いたします、はい、それではねもう早速始めていきたいと思いますあのー、そして今回ねあの昨今 鉄道会社のね敷地内であのあんまりね神戸鉄道グループは他の YouTuber とか他の人の名前を出さないことになってるんですなので今までねあのどの方なのかほとんど名前挙げてませんしあの一部の YouTuber に関してもあの触れなければいけない範囲でぼやかすような表現で全て 載せているので多分,分からない人の方が多いと思いますしあの分かる人の方がおそらく少ないという形で現在実は今まで発表してきてるんですなのでこの原則を今回ももちろん踏襲せざるを得ない状態となっていますので具体的な名前は挙げませんがえまあいわゆる現行犯逮捕というねものを悪用って言っていいのかなまあ 早手的にはね、ちゃんと法律の範囲内でやってる場合は悪用とはちょっと言えないので、まあ、それを利用してお金稼ぎをしちゃってる人がどうやらいるみたいなんですよ。でもちろんね、法律の範囲内でね、ちゃんと合法的にやってればいいのですが、どうやらね、その行為にちょっと問題点があるのではないかというふうにね、指摘する方が非常に多いのです。はい、それの影響でね、意外と大騒ぎになってしまったようで、あの鉄道会社がね、 あのいろいろと対応することになってしまっているという現状があります。であのこの現行犯逮捕のをちょっと利用していろいろやってしまっている件に関して神戸鉄道グループとしては見解は示しません。今回見解を示,さ示すと思っていることに関しては、えー、動画に関してです。非常に重要なことですね現在 えー、マスメディアの方々をね中心に鉄道会社にね動画撮影の可否に関して今問い合わせをね行った回答に関する、まあ、インタビューのものもなんかあるみたいなんですけどが掲載されてますでそれに関してちょっと神戸鉄道グループの副総裁としての見解ちょっとね今回会議開けてないんですみんな忙しすぎて参加できないってこともあってなのでねあの検証に定められている まあ内部でしか使えないんですけど検証で定められている規定を使ってちょっと副総裁としての見解を公式で一時的に出させていただきますただおそらくね解決しちゃってると思うので全体での見解はおそらく出ないと思います、はい、副総裁としての見解を出したいと思いますはいあの動画投稿に関してはおそらくこれまで通り続けていけると思ってますあもちろんねあの問題行動 と言われている動画に関してはおそらくできなくなると思うんですけど普通に動画撮影している方に関してはおそらく続けていけると早テは思っております、はい、でまあ何かしらの条件がつく可能性は残念ながらちょっと否めない感じですね、はい、あの今回特に問題視されてるのが敷地内での撮影なんですね、はい、で敷地内に関してはね鉄道会社側が、ね、決めることができますのでここに関してね私たち 動画をね撮影したりする一般人含めあの文句を言うことはできないのでこの点に関しては残念ながらちょっとね僕たちがねどうこうすることはできないのでそちら側の発表を待つということになるんですがまああんまり言いたくないですけど常識的に考えて完全に制限することはおそらくないと思いますなぜならねそれを使ってねあの鉄道会社としてもね利益があるわけなので完全に禁止することはおそらくないですはいで はいてもうね、あの、神戸鉄道グループで活動していくにあたって、一応問い合わせは実は行ってます。はい。あのね、えー、ちょっと、具体的な名前は上げない原則があるので上げませんが、あの、比較的大きい企業の方々にちょっと回答を求めてます。で、その見解に関しても、ちょっと内容を伏せさせていただきます。え、イッターで以前ちょっとだけ触れてますが、内容を伏せさせていただきます。はい。で、 この見解を、ね、求めたところのうち1社が、ね、今回インタビューに、あのー、対応してくださっていてその見解をちょっと、ね、読んだんですよ。まあ、もちろん、ね、あの一部メディア側で省略されている可能性がある可能性は非常にあるんですがその文面を見た限りではおそらく見解は変わってないものと現状、思われてます。ただね今後 今後変更される可能性はないとは言い切れないので、これは現時点での見解となります。副総裁としては、その見解をもとに、今後もおそらく、神戸鉄道グループの撮影している動画に関しては、これまで通り撮影することは可能であるという判断になっております。はい。そして、えー、動画に関しても、あの収益化している方々がちょっと、 そそこそこいると思うんですよ後部、まあ、鉄道グループは一応現状は収益化を目標にはしていますが、えー、収益化できなかったとしてもおそらく続けるこ可能性は非常に高いです後部、はい、鉄道グループとしては、ね、一応収益化はする予定ではあるんですが、えー、別にしなくても続けていくつもりでありますしあのもし収益化が問題なかったとしても収益化しない可能性は十分にありますはい なぜかと言いますと、YouTube で活動することの方が最重要事項なので、あのどちらかというと、資金よりも活動の方が重要なので、収益化しない可能性があるということだけ、ここで多分初めてですが、示させていただきますその上で、です、はい、現状、あのー、鉄道会社側から法人として正式に許可を取って撮影している方はおそらくいないと思われます。はい これなぜ断言でき,ますできるかと言いますと問い合わせをしてるんです、実はこれも、はい、あもちろん、ね、契約してるかどうかに関してはもちろん明かしてもらうことはできませんそれは当たり前です、はいえー、ですがどのよううなな撮影方式になるかっっててていう回答は実は実返ってきてます、はい、もし法人として撮影の許可が下りた場合は必要な費用を払ってあの JR 側から関係者が派遣されます。 でその派遣のされた人も動画に基本的に映ります、はいあまあ。というかね、あの鉄道 YouTuber として撮ってるやり方であれば確実に映ります。はい、そして現状、その方々が映ってる動画ってすべて一貫して行っているところはまだどこもありません。あの最大手でたまに映ってますね。ああいう感じです、はい、ああいう感じになります。 なので、おそらく完全に法人として契約して鉄道系 YouTuber 収益化してるのは、おそらくですが、いないと思います。はい。最大手の、ね、方はね、たまにやってますね。はい。ああいう形になります。あの関係者の方、まだ、あの方は紹介してますね。ああいう形で行われる動画に関しては、あの、法人側にね、鉄道会社側におそらく許諾取ってると思います。はい。まあ、法人として行う場合は許諾必要ですのでね。 なのでそれ以外に関してはおそらく個人的にやってる体になってると思うのでおそらく許諾は取ってないと思いますというか多分大半が取ってないですはいただこれに関しては問い合わせで判明してますが問題は個人的にはないと思ってますはいまあというかそもそも収益化してなければ問題全くないんですよあまあもちろん今後問題ある可能性はもちろんありますはい ちょっと一旦休ませてもらいましたねはい今ねあの時計からねどういう風に写ってるか実は見てますはいそれでですね今後の活動に関してを報告していきたいと思います早てとしては現時点の発表発表というかあのマスメディアの文章を読む限りでは現状問題ないと思ってますはいしかしながらこの方針は変更される可能性非常に高いです まあ非常に高いって言い切っていいのかっていう話にはなりますけど変更されてもおかしくないと思いますはい変更される可能性は比較的高いですがかといって実際に変更されるかといったらその確率は低いと思いますはい,あまあいわゆる完全禁止になる可能性は低いと思いますただ一部条件がつく可能性は非常に高いですはいそして今後のね 神武鉄道グループ全体の約束はちょっとできないんですが、早手として今後どういうふうに活動していくか、ここで表明、声明として発表させていただきます。はい、ここから先は、ね、一番重要な声明の部分となりますので、これより先は声明出していきたいと思います。神、は、武、い、鉄道グループとしては、これまでどおり撮影を現時点では継続する予定です。そして著作権、肖像権に関しても、 法令の範囲にのっとり、法令にのっとって、しっかりと配慮しておりますし、その配慮は今後も継続していくつもりでございます。なお、肖像権・著作権の法律に関しては、2019年、2020年ごろに一部改正されていて、一部取り扱いが変化しておりますので、それ以前の肖像権・著作権で著作権法の範囲内では違反している可能性のあるものももちろん含まれます。しかしかながら 現状,現状施行されている法律には遵守するようになっているはずです。はい、そして何か動画に関して不適切な、まあ、不適切というか、あのー、視聴者に対して不適切、まあ、不都合なことがあった場合また、あのー、自分が写ってしまっていることが確認されていて そこに関して何かしらの対応をするつもりはあります。なので、あの公式ツイッターの DM、ちょっと URL は貼,貼らないんですけど、であの、こっちは貼ってあります。あの公式 LINE。神戸鉄道グループの公式 LINE というものがあります。これはね、URL 貼ってありますので、概要欄のところに。何か動画に関して不都合なことがありましたら、そこから連絡してください。あのそこから基本的には対応できますので、はい。 そこから対応したいと思います、はい、あの YouTube の概要欄ではちょっと対応できないので、まあ、副総裁、私の早ての、ね、目に入った場合は対応できますがあの正式な対応としてはちょっと公式 LINE と Twitter の DM を使わざるを得ないのであの機能の問題で、はい、万全を期すためにそのようにしておりますのでご協力お願いしたいと思います。はい、あのできる限り、えー、視聴者や、あのー、駅を、ね、利用する方々にとって あの迷惑をかけないいように対処しててきたいとは思ってますそして肖像権、著作権に関しても法令にのっとって対処する予定でございますので万が一何かしらありましたらあの法令で認められていたとしても対応することは普通にありますなので何かしらありましたら公式 LINE の公式 LINE お友達登録してもらえれば完全に電話対応もできます電話対応もこちらから時間指定できますので。はい それをちょっと利用していいいたただきたいと思いますそして肖像権に関してもできる限りは法令の範囲にのっとってやっていきたいと思ってますあの自己規制はできるだけやりたくないです手としては、まあ、もちろんねあ,のあまり意味がないところに関しては自己規制やるんですが颯としては皆さんに鉄道のねいろいろなことを、ね、知っていただきたいんですそして今回実はあの 一部ツイッターでもうすでに神武鉄道グループ全体に指示を指令出してるんですがあの一部動画の種類に関しては制作をを加速すするように指示を出してますこれに関しては皆さんの役に立つ可能性が非常に高い動画のシリーズであることをあえては信念を持って進めているからということですなので現状進めておりますシリーズ液探索そしてこの時点で発表することになってしまったことを はやては非常に残念に思ってますが新シリーズのものに関しても一種類緊急で動画を撮らせていただきますそして乗車機に関しても皆さんの協力をもしかしたら借りることがあるかもしれませんなので皆さんもねできればご協力いただきたいですはやては今までちょっとこれは本当は収益化の条件を 達成した1000人いったときにねちょっと発表しようと思ってたので非常に前倒しになってしまい残念ではありますが皆さんの役に立てる YouTube 動画をね作っていきたいと思ってますこの後部鉄道グループのねもちろん早瀬は総裁のね新年に感銘を受けたから後部鉄道グループのメンバーとして活動しているわけでその新年に関してはちょっと総裁にね話していいか聞いてないので ちょっと伏せるしかないんですねあの勝手にハえての判断でこれを言ってしまっていいのかっていうのはちょっと疑念点なのでメンバーには基本的には求められれば伝えることになってますが現状では伝えることはできないこと本当に悔しく思いますそしてあえてもその信念に感銘を受けてあえてもこの「神武鉄道グループ」に新たな信念を乗せて活動してるわけです。その一つが先ほど言った 皆さんの役に立つ YouTube 動画を作ることこれがハヤテの一つの信念ですそのためもちろん規制は良いものです神戸鉄道グループとしても副総裁としても歓迎しますしかしながらこの規制によって一部撮れなくなる動画が出てくる可能性もありますそれは駅探索も例外ではありませんできる限りハヤテとしてはその旅行したい駅が どういう感じになってるのかを動画で確認できるっていう環境を構築したいんですこれは神戸鉄道グループが発足してから駅探索の第1弾である清里駅の駅探索以来ずっと持ち続けている信念であり現在も変わらず駅探索動画を制作し最近はあまり出てませんがもうすでに4本ほどストックがあります乗車機に関してもすでに6本ほどストックがありましてこの電車がどういう感じなのか事前に見て 乗りたいと思って実際に予約を取って実際に現地に足を運んでその現地の料理やね宿泊などを通すことによって地理のね勉強詳しくなることもありますが日本全体を大好きになってもらえるものだとはえは思っておりますそのためにこの動画はなくてはならないものですが現状規制がどのようになるかハえてももちろん知ることはできませんなのでもし規制された場合はもうこの動画を撮ることができなくなります しかしながらこの動画は液探索や乗車機そして新しく計画している新しいジャンル利液探索に関しても皆さんの鉄道旅行のヒントヒントと言いましょうか役立つツールの一つとして提供できることをハヤては信じていますのでこの動画に関してもしこの YouTube 動画 見てていいいただいている方これまで支援させて支援してもいただいているコブ、まあ、鉄道グループを支援している方まあ私たちから見たら支援者の方々にもねととも協力を求めたいい思っていますで詳細に関しては後ほど定めたいと思いますのでもしも協力してくれる方は YouTube のね、あのー、コメントとかにも書いていただけるとこちらとしても非常に嬉しく思います。 そして結びにはなりますが、コブ鉄道グループは今回のね、この鉄道会社の対応、もしコブ鉄道グループとしても、鉄道の動画が一部撮れなくなるというような状態になったとしても、皆さんがね、鉄道を利用する上で安全に利用できるという点がしっかりと確保されるのであれば、それは歓迎するものです。しかしかながらこのの規制の内容によっては おそらくその可能性は非常に低いとは思っていますが皆さんのお役に立つ動画を作ることができなくなってしまう可能性もないとは言い切れませんそのためこの新たな規制が始まる前に皆さんのお役に立てる動画を一つでも多く作れるようにってはしていきたいと思っています皆さんもねぜひとも協力してもらえる方はね その意思をね。コメント欄に載せていただけると嬉しいです。はい、でも全力で頑張っていきたいと思います。できれば早めに山梨県内のほとんどの駅を駅探索、残り制覇したいと思います。はい、非常に困難なことではありますが、生えてとしてはね。皆さんにもっと鉄道のね。良さを知ってもらうと同時にね。旅行の楽しさ。まあ、その駅とか列車がどういう風になっているのか事前に。 一部を知ることによって実際に足を運んで全てを知る全てを知るというか実際に体験する楽しさっていうのをねいろんな人に知ってほしいのでこの動画をね撮っていきたいと思っておりますはいこの動画は良かったと思ったらとか本当はあえて言うんですが今回は言わないことにしますはい神戸鉄道グループとしてはこのようなね皆さんのね役に立つ動画に関して高評価とかねチャンネル登録をしてもらった方がね一番いいんです はいはい、ちょっとツイッターの方にも書かせていただきましたけど「てとしては別に承認欲求欲しいからとかそういう意味でね YouTube やツイッターやラインやってるわけではないですどちらかというと皆さんのねお役に立つのと同時に鉄道の楽しさを知っ,てもらいから知ってもらいたいからやってるんですなのでねあの皆さんもしもねこの主張というかこの信念がね承認、あのー、というか認めてく くれる方もおそらくいいるとは思いますその方はね是非とも今まで投稿した動画見てその動画が良かったと思ったら高評価チャンネル登録とかしてもらえるとはえてはねそちらの方が嬉しいですはいどちらかというとね高評価がつくことによってねあの皆さんのね鉄道を知らない方にも動画が届く可能性がまあ、あるって言い切ってしまうとちょっと問題なのでまあその可能性は上がってきますなのでねあのできれば他の動画をね 見ててていいたたただそそれが良かっっと思ったら高評価そしてねまた見たいと思ったらチャンネル登録してくれるとあえては、まあ、鉄道を知ってる人も知らない人にもねみんなの役に立てることそして鉄道の、ね、楽しさが、あのー、いろんな人に広がっていく可能性が眠ってると思うので非常にそちらがそちらの方がこの動画を、ね、高評価して皆さんに見てもらうよりもねいいと思いますよ。 こんなねあのー、もの寂しい真剣な動画なんで皆さん楽しくないでしょうなのでねハエテとしてはこれがね動画投稿が今後も続けていって皆さんにね鉄道の楽しさとかを知ってもらえるのが続けばいいなと思ってますですがねそれに関してハエテは何もすることができませんただ見て待ってるしかないんですねはいまあただねこういう目標があったっていうことはね皆さんにしっかり伝える責務があると思いますし 本来はね、1000人達成したところで伝えようと思ったことも全て言ってしまいました。これに関してはね、はい、特に新シリーズの利益探索に関しては、チャンネル登録者数1000人いった時点で始めようと思ってた企画ですが、前倒しせざるを得なくなりました。非常に残念ではありますが、しかしながらね、皆さんのお役に立てる動画をね、できる限り撮ることが最優先なので、こちらの信念を優先し、本日発表させていただく運びとなりました。それでは皆さん、 以上で、まあ、正式な声明を発表するつもりが、個人的な感想も混ざってしまったのはね、やはり原稿ないとまずいなって、やはり思ったんですが、これでね、声明とさせていただきます。ごご聴ありがとうございました